参列している部隊は第14旅団の各部隊、善通寺駐屯地に所在する新隊員などの教育を担当する部隊および新隊員並びに即応予備自衛官とともに任務に当たる部隊です。部隊紹介の際は関越台に向かって左からそれぞれの部隊の旗を上げます。最初の部隊は第14音楽隊です。この部隊は隊員の式高揚、儀式のための演奏などを行う部隊であり、四国4県での音楽演奏のほか、近畿および東京の自衛隊音楽祭りに参加するなど、年間100件以上に及ぶ演奏活動を行っております。続いて、第14旅団司令部図記隊です。この部隊は、旅団司令部の管理、補給、整備、給与、輸送などの業務を全面的に支援する部隊です。続いて、第14化学防護隊です。この部隊は、旅団の対特殊武器専門部隊であり、今年3月に第14旅団司令部図記隊より独立し、第14化学防護隊として進展されました。続いて、第14高射特化中隊です。この部隊は、各種対空火器により、旅団の対空戦闘を行う部隊であり、愛媛県松山市に駐屯しています。続いて、第14戦車中隊です。この部隊は、戦車による火力、機動力を発揮して、対戦車戦闘を行う部隊であり、岡山県勝田郡、奈義町に駐屯しています。続いて、第14施設隊です。この部隊は、各種施設機材により、陣地の構築、障害の構成などの施設作業により、旅団の各部隊の行動を支援する部隊であり、徳島県阿南市に駐屯しています。続いて、第14警察隊です。この部隊は、警察警戒車、オートバイなどによる偵察活動を行い、旅団のための情報収集などを行う部隊です。続いて、第14特化隊です。この部隊は、155mm 榴弾砲により、旅団のための火力戦闘を行う部隊であり、愛媛県松山市に駐屯し、愛媛県の災害派遣などを担当しております。続いて、第15普通科連隊です。この部隊は、旅団における各種行動の機関部隊として、主に近接戦闘を行う部隊であり、香川県、徳島県の災害派遣などを担当しています。続いて、第50普通科連隊です。この部隊も、旅団における各種行動の機関部隊として、主に近接戦闘を行う部隊であり、高知県香南市に駐屯し、高知県の災害派遣などを担当しています。続いて、第14後方支援隊です。この部隊は、旅団の各部隊に対する整備、補給、輸送、衛生などの後方支援を行う部隊です。続いて、第14飛行隊です。この部隊は、ヘリコプターによる連絡、航空偵察、空中機動などにより、旅団司令部及び旅団の各部隊の行動を支援する部隊です。続いて、第14通信中隊です。この部隊は、各種通信機材により、旅団司令部と各部隊との間の通信組織の構成、維持などを行う部隊です。続いて、第110教育大隊です。この部隊は、滋賀県大津駐屯地に所在する中部方面混成団に所属し、主に中国、四国地区から入隊した新隊員、および予備自衛官補の教育を担当しています。なお、整列している隊員の中には、4月に入隊した新隊員369名が参加しております。最後の部隊は、第47普通科連隊第1中隊です。この部隊は、
広島県海田市駐屯地に所在する第47普通科連隊に所属し、主に中国四国地区の即応予備自衛官と常備自衛官が共に任務に当たっています。以上、本日参加の全部隊は国土の防衛、災害派遣、不発弾の処理など四国4県の県民の皆様のご期待に添えるよう日夜教育訓練に励んでいます。